ト、いつも私に会いに来てくれてありがとう。どうしたんだよ、サチ。急に改まったりして。キリトは優しいから、優しすぎるから、ちょっと不安になっちゃうんだ。本当は攻略で忙しいはずなのに、キリトは無理して私に会いに来てくれているんじゃないかって。そんなことないよ、サチ。どうしてそう思うんだ？だって、私はキリトに助けられてばっかりで、私の方はキリトに何もしてあげられない。本当は私、キリトと一緒にいる資格なんてないんじゃないかって考えちゃう時があるんだ。違うんだ。俺がどれほど君に助けられているか。サチと出会ったおかげで、俺はかけがえのないものを知ることができたんだよ。私のおかげで？ああ、そうだよ。ソロだった俺が仲間の大切さに気づけたのは、サチを含む黒猫団のおかげだ。そして俺は大きすぎる犠牲を払って、自分自身の未熟さと人の命の尊さを知ることができたんだ。キリト。今、俺が信頼できる仲間に囲まれて、攻略ができているのも、サチのおかげなんだ。だからそんなこと言わないでくれ。俺は幸からたくさんの大切なことを教わっているんだから。大切なこと。私でもキリトの役に立っているんだね。嬉しいな。サチ。ねえ、キリト。ちょっと後ろ向いてもらってもいい？ん？別にいいけど。背中、借りるね。背中を合わせているとね、お互いが必要な存在なんだって思えてくるの。うん、俺もそう思えるよ。これからもこうして支え合おう。Heh